が今まで一番寒いかもしれないですね。はい、おはようございます。ティーシャルスタッフの野浩介です。亀山ダムに来てます。今秋なんでね、ちょっと魚がちょっとチリリンで絞りづらいところもあるんですけど、一日頑張って魚釣っていきたいと思います。よろしくお願いします。草多いんでちょっとやりづらいんですけど爆弾低気圧の影響はどうですか？雨はあんまり降らなかったらしいんですよ、こっちは。ただだいぶ強風だったらしくて、多分その強風のせいで湖の水かき混ぜられちゃって結構ターンオーバー気味になってると思うんですよ。そうなっちゃうとちょっと魚の活性には影響すると思います。ちょっと口使いづらくなってるかなと思うんですけど、ただ船走行してる最中あぶく消えなかったんで間違いなくターンオーバーしてると思います。はい、多分朝一からカバーやっても釣れなくはないと思うんですけど、日が出てくれた方がもっと魚つきやすいかなと思ってちょっとフラッとやってるんですけど、今ギルバイトがありましたね。今のギルバイトだよな。いやーこれ映ってんのギルかでかいギル多分釣れたらでかいギルですね。気持ち悪いギルツンって止めといた方が来るのかな。そんなことないよ。ごめんなさい、やらかしました。ライブレイクしましたマジかちょっとね、立ち木とか通してたんで糸が傷んでたかもしれないですあっちゃー、まあ、まあでも今35ぐらい、35センチぐらいですね。あー申し訳ないです LINE は、LINE はこれ P の 1.25、はい、直結で、直結で、はい。リーダー、まあ、つけてもいいんですけど、結び目多くなるとこう切れる箇所も多くなっちゃうじゃないですか。それにそのコブがいろいろカバーとかストラクチャーに引っかかっちゃうとちょっと面倒なんで、まあでも直結でも全然普通に食っちゃうんで、まあ、あまりリーダーつけるのはおすすめできませんね。はい、ウェイトはどのぐらいなの？今回自分が使ってる中で一番軽い 1.5、はい、トルキストレートの 4.8 につけてます。基準はどのぐらいなんですか？基準はもう、なんていうんですかね、そのゴミの薄い鯉で入ってくれればいいんで、重ければ重いほど着水音とかも大きくなってあれですね、あんま良くないんで、なるべく軽いウェイトので、まあ、ゆすっと落ちるぐらいがベストですね。幅としては何グラムから何グラムぐらい？自分が使ってるのだと 1.5 から 2.2 グラムまでですね、スピニングで使う場合は。2グラム前後？はい、2グラム前後ですね。結構細かく刻むんですけど、結構それだけ0. 何グラムでも差が出るんで。どのぐらい刻んだんですか？ 1.5 ですね。 1.5、1.8、2グラム、2.2 ですね。
はい、そこまで本当に刻む必要あんのかよって言われたら、まあ 1.5 欲しいな、 1.5、1.8、2.2 ぐらいでいいかな。お腹結構パンパンで、うん、多分これがスカッパノンの 4.8 ですね。で、メリシンカが 1.5g。 そうですね、思った通りの場所で釣れたのと、一回入れ直した場所、もう一回食ったんで、もうちょっと誘い長くした方がいいのかなっていうのを感じました。はい、難しいな。でけ。おっしゃ、来た。あれ、でも。ボフって出ましたね。そうですね、みんな。コンディション悪くないですね。なんかもういっぱい。綺麗な感じですね。はい。うん。何グラムぐらい？どうだろうな、何ぐらいですかね。はい。ここも軽いなら落ちないかもしれないですね。いましたね。ちっちゃいですけど、まあ綺麗ですね。お、結構ポッとちゃんと食えてますね。もうちょっとサイズアップしたい。サイズがちょっと上がりませんでした。まあ気になるかは、よしよしで釣れてるんで、サイズはともかく、サイズアップできねえな。でも、はい、今回は萌えてみせました。次 D1 ツモラバに、同じような釣りは同じなんですけど、スモラバでやってみます。
釣れるには釣れました。どういうの、多分こんなのが複数やってたのかもしれないですね。誰かに撃たれてるのかな。まあまあちょっと上がったけど、おめでとう。微妙。はい。無理にそうでした。あ、はい。入れたらちょっとこの近辺のカバーやります。なんかであんまこういうとこ反応なかったな。シルバーウィークの時はこういう先端系でよく釣れましたけどね。やっぱ変わっちゃったんだろうな。今のはもうルアーシェイクしてほぐして落とした瞬間もクンって食ってきました。やっぱ浮いてましたね。吹っ飛んじゃったんですけど、トルキーストレート 4.8 の、これ見つけスカッパのかこのカバー猫でした、はい、悔しいな。シルバーウィーク中とかはまあ1本はキロぐらい混ざってくれたんだけど、お疲れ様でした。もう朝ちょっと肌寒くて、もう日中は多分28度ぐらい超えたかな。はい。もうなんかこう秋なのか夏なのかちょっとよくわかんない一日だったんですけど、もう朝一、そうですね、ライトリグ、日中はまあカバー猫という2つメインでやったんですけど、日中のカバー猫はまあほぼ、まあ、サイズはそうですね、あんまり小型のものが多かったんですけど、まあそれなりに取れたと思います。ただね、ちょっとやっぱちょっとどっちつかずになってしまって、ちょっと中途半端な一日になってしまったかなと思います。ちょっと悔いがあんなサイズ出せなかったことなんで、もし次回機会があればもうちょいでかいサイズになって頑張りたいと思います。その時はよろしくお願いします。一日ありがとうございました。いやーでも難しいですね。無念だ。Boat to fish. This time.